眼科医の平松です。今日はブドウ膜炎の人が使う目薬、炎症を抑える目薬についてお話ししようと思います。炎症を抑えるお薬で、有名なのはステロイドの目薬になります。ステロイドの目薬のいい点は炎症を結構しっかり抑えてくれる点、ただ悪い点としては感染症を起こしやすくなる、そして眼圧を上げるっていう緑内障になりやすくなるっていうデメリットがあります。特にブドウ膜炎の方の場合はブドウ膜炎続発緑内障といってブドウ膜炎によって緑内障になっちゃったりすることがあるんですよ。でその場合ブドウ膜炎で緑内障になったのかステロイドで緑内障になったのかわけわかんなくなっちゃうことがあるっていうのが結構難しいところです。じゃあ炎症を抑えるのにいわゆるステロイド以外はないのかっていうとあることはあるんですね。まずはステロイド見ます。リンデロンとか、その系列ですねのお薬があってそれが一番結構強い薬で、注射とかはまた別にあるんでそれじゃあ今回目薬の話ですね。その後フルメトロンって言われるようなちょっと弱いお薬になります。フルメトロンになるとそんなに眼圧上がることないです。リンデロンだったらね、スーパーあるかなっていうそんな感じのイメージですね。でそれよりさらに弱くなってくるとエヌセッズっていうんですけれども、これはステロイドじゃないんですよ。なので眼圧を上げないお薬になってきますね。っていうのが基本的な炎症を抑えるラインで、これだんだん上がれば上がるほどが炎症を抑える代わりにリスクも上がってくるってそんなイメージです。でそれ以外に免疫抑制剤っていうのもあったりするんですけど、一応これはブドウ膜炎に使うとは言われてない目薬なんで、正式には使っちゃいけないのかな、という感じになってるかなっていうふうに思います。なので基本ステロイドがあってリンデロン系があってフルメトロンがあってそして、N セッツがある、そしてそれをさらに強くの段階を細かく分けるのに回数があるわけですね。リンデロン6回ぐらいにするのか1回だとやっぱ違うわけですよね。でフルメトロンも5、6回使うのか1回にするのかで、ステロイド、ニフランとかブロナックとかそういうお薬ね、回数を増やしたりして炎症を抑えるっていうイメージを持っていただけるといいかなと思います。でそれ以外に使うのは賛同薬、ミドリンとか、そういうので瞳を開いてチャメを休ませるように使ったりとか、チャメと水晶体っていうレンズがひっつくのを防ぐために使ったりすることもあります。ご参考になればと思います。いいなと思ったら高評価ボタンとかちょっとコメントとかも書いていただければと思います。よろしくお願いします。